石原良純、ニュースリーダーで、大谷翔平、彼の妻 SNS 公表のドジャース広報戦略に関心、選手に負担をかけない、スマート。テレビ朝日系、週刊ニュースリーダー、土曜、午前6時は16日、ドジャース、大谷翔平投手。山本由伸投手らナインや関係者を乗せたチャーター機が15日にパドレスとの開幕戦が行われる韓国、ソウルのインチョン国際空港に到着したことを報じた。空港にはテレビカメラ20台以上と報道陣とファン契約500人が集まり、到着ゲートが開くと大谷が先頭で登場。数歩後ろに妻の田中真美子さんがついて歩いた。米ニュース専門局の CNN が14日、日本時間15日、韓国へ向かう飛行機の前で、大谷翔平投手と一緒に写っていた女性が、田中真美子さんであると、ドジャースが認めたと報じた。メインパーソナリティで俳優の石原良純はドジャースが、公式 SNS で、彼の妻と発表したことに、広報戦略じゃないけど、ドジャースの出し方、タイミングとか選手に負担をかけないことが大切だからと、感心。さらに、おそらくこれ計算されているってことですよねとし、スマートですよねと指摘していた。